始まりました。ただの秋のりのハエバルバンバ72回目。72回目もよろしくお願いします。皆さん、ハエバルバンバンからのお知らせがあります。はい、というのもですね、急にラジオ沖縄のちなさんから連絡がありまして、ちなさんというのはこのハエバルバンバンね、ラジオ沖縄の公式ポッドキャストの、担当もしていただいて、いろいろとね親身になってもらっていますけども、そんなちなさんから急に電話がありまして、今日ラジオ沖縄来れるということで、わあ急になんだろうと思って行ったわけです。で、行ってラジオ沖縄行って、ちなさんがいます、あ、お疲れ様ですって言ったら、ちなさんの方からですね、いい話と悪い話があるんだけど、どっちから最初に聞くって言われまして、久しぶりにこんな質問されて、そういえばなんか昔よくこんな質問されてたなーってね、なんかある一定の人いるじゃないですか、そういう質問を。そのパターンもあんまないんですけどね、いい話と悪い話が、同時に生じたから、その質問をされたわけなんですけども、この場合悩みません？皆さんだったらどっちから先聞きます？いい話と悪い話がある、どこから聞く、どっちから聞くって。僕は何でしょうね、心配性なんで、悪い話をもう本当に悪い風に受け取ってしまうので、先に聞きたい派なんですよ。悪い話を先に聞いて、いい話で最後ハッピーエンドみたいな、ハッピーエンドにはならないかもしれないですけど、で、じゃあちょっと悪い話からかなと思って、度合いにもよりますけどね、その悪い話といい話のレベル、度合いが一緒ぐらいだったら悪い話から聞きたいんですけど、悪い話の方が極端に大きいとかね、もうすっごい悪い話みたいな、でいい話は本当ささやかな幸せみたいなぐらいだったら、最初でねガツンとなんか大きいの来ちゃうと、もうそこからテンション上げきれなくて、いい話を聞いても、へえ、そうなんですね、あ、でもちょっと悪い話が、悪い話のボディーブローが効いてますみたいな、なる可能性もあるんですけど、その度合いも聞かないとこうと、度合いも聞かずにとりあえず悪い話から聞こうということで、これいつ聞いたんだっけな、2週間前ぐらいですかね、2週間前ぐらいにこの話が来まして、それで、あ、じゃあ悪い話からお願いしますって言ったら、ハエバルバンバン、聞いてくれてる皆さんはわかると思いますが、このハエバルバンバン普段は公式ポッドキャストでやっているんですけども、第5日曜日がある日曜日は地上波で流れることができるんです、流してもらえるんです、地上波で喋ることができるんです。日曜日、第5日曜日の日曜日の朝7時45分から8時までの15分間ね、喋ってて、僕は第5日曜日の男って名乗っていたんですけども、何やらですよ、その第5日曜日のハエバルバンバン地上波放送がなくなるかもしれないという話がありまして、わー、マジかと。いや、これは結構ですよ。だってハエバルバンバン毎週水曜日に公式ポッドキャスト配信してますけど、でもやっぱり地上波でちゃんとハエバルっていう冠がついた、ただの秋のりのハエバルバンバンって冠がついてるやつが地上波で流れるって嬉しいですからね。それがもうちょっともうなくなるかもしれない、その枠がねなくなるかもしれないよって言われて、あ、そうなんですねって、でもまだ確定じゃないからみたいな、2週間前だったかな、そのぐらいですね。それを聞いて、あー、ちょっとこれちょっと切ないなーと思ってたんですよ。そして2週間経った今、もう改編始まってますね。10月になってもう改編期ですよ。いろんな番組も変わって、いろいろ一番変わったのは何でしょう、ラジオカーリポーター、僕マイタノという番組でね、木金担当させてもらってますけども、その、ラジオカーの午後がもうなくなるんですよね。ラジオカーの午後がなくなったりとか、いろいろあった中、こうやって見てったんですよ、タイムテーブル見てって、あ、そこからラジオカーはもうない、午後はないのかとか思いながらね見ていたら、見つけたわけです。日曜日の、あ、そういえば日曜日どうなってんだろうと思って、日曜日のタイムテーブルを見たら、もともと、
地上波でハイバルバンバン流れるときって、あれもともと枠があったんですよ。リポーターズミュージックって言って、ラジオカーリポーターが、まあ、じゅんぐりじゅんぐり回って、自分の好きな曲を流しながらエピソードトークをするっていう15分番組があって、それの第5日曜日がリポーターズミュージックという番組じゃなくて、ハイバルバンバンに変わるよっていう約束だったんです。じゃあ、あの時間、朝7時45分から8時の間って、あ、どうなってるんだろうって見たら、馬野郎になってますね。はい、今ももう見てますけども、タイムテーブル、馬野郎です。馬野郎が、これもともと、馬野郎が、その前にあったんですよ。馬野郎が、7時半から7時45分、馬野郎。で、そこからリポーターズミュージックだったんですけども、馬野郎が拡大しまして、15分番組から30分に拡大して、馬野郎になってますね。はぁ、消えてるー。これ、まだ千奈さんから確定の連絡は聞いてないんですよ。まだ会えてないので、まだ確定は本人から聞いてないですよ。本人から聞いてないんで、もしかしたら、あるかもしれない。第5日曜日だけニュキ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 っていきなり出現するかもしれませんが、今僕が見ているタイムテーブルでは、7時半から8時は馬野郎ですね。長浜博樹さんと上原修平さん。いや、上原修平さんも、毎度のミキサー宅担当とかしてもらってますけども、そういう、してますけども、修平さんと長浜博樹さんの馬野郎で、馬野郎でもちょっともう埋め尽くされてしまっているという現状なので、あれですね、まあ、リポーターも減ったからっていうところもあるんですかね、この枠に関しては。午後のラジオカーリポーターもちょっと減ったし、なくなったから、で、まあ、いろいろあって、いろいろあっての部分が多いと思いますが、そこでちょっと拡大しようって言って30分番組になったっていう。で、そしてリポーターズミュージックがなくなった。リポーターズミュージックがなくなったということは、これ、ないんじゃないですかね。地上波。もう聞くの怖いっすね。千奈さんに、聞かずに待っとこうかな。これ、もしかして、そろそろなんですよ、第5日曜日って。なんか僕手帳に書いてたんですけど、10月か11月に第5日曜日があるんですよ。だからもう少なんで、もう聞かずに、もう答えは聞かずに、待っとこうかな。ちょっと準備だけはしときましょうかね。そう。そんなこともありまして。ということで、まあまあ、なんか僕の感触的にはほぼほぼないだろうなっていうところですね。はい。なので、ちょっとまたこれ、ちゃんと確認取れ次第、また、連絡しますね。皆さん楽しみしてる人もいたでしょう。第5日曜日はあのハイバルバンバンが地上波流れるんだぞっていうのはあったと思いますんで、ちょっとそれ確認してからまたお知らせしますね。今のところ7時半から8時日曜日ね、朝、馬野郎です。はい、馬野郎なのでどうなんでしょうで、そう、最初話しました。いい話と悪い話どっち先に聞く？じゃあ悪い話でっていうことで、おそらく、ハイバルバンバン地上波放送がなくなるっていう話でした。あ、じゃあいい話何なんだっていう話ですよね。まあいい話なんですけど、いい話も聞きました。いい話聞いたんですけど、ちょっとまだ言えないです。言えないっぽいです。わかんない、まだちょっと言えないんで、もしかしたらこの配信が始まってる頃には言えるようになってるのかも。そこもちょっと聞かないとわかんないんですけど、いい話でした。これはいい話でしたね。とってもいい話だったので、でちょっとまだ情報解禁的なものがちょっとまだっぽいので、ここではまだ言えませんが、まあこれもおいおいお知らせしますね。はい、いい話でしたね。ちょっと皆様、その報告ができる日を楽しみに待っていてください。ただの秋のりのハイバルバンバン。この番組は、ラジオ沖縄の社税でもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハイバル町について、面白い情報や話題などを世界中に発信しようという番組となっております。このただの秋のり、ハイバル町の観光大使にも任命されておりますので、ハイバル町のことなら何でも聞いてください。お願いします。また、このハイバルバンバン、X2Twitter での、あれ違うの。X2Twitter での、あ、これだ。X2Twitter での、つぶやきもお待ちしております。まあもう、2Twitter でもいいよね。ね。わかりますもんね。X2Twitter でのつぶやきもお待ちしております。
カタカナで、ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。ハイバルバンバンの間を抜いております。カタカナでバルバン。では早速、つぶやき紹介したいと思います。ハッシュタグバルバン、ともぶんさん、ありがとうございます。これ前回でしょうね、19分59秒、もう数字から始まるという、19分59秒、変な音、声が入ってるけど誰か他にいた、怪奇現象、確認してみてね、うーんうーんみたいな女性の声がする、リアルにヤバいやつかもよ。ともぶんさん、ありがとうございます。ちょっと待ってください、ともぶんさん、こんな怖いこと言わないでください。しかも19分台ですよね。おそらくこのオープニングの僕一人だけの会話は、まあ、いつもね10分から15分いかないぐらいのおしゃべりなので、19分頃っていうのはもう、あの後半いつもお話して喋ってますけど、傭兵、同級生の傭兵と喋ってるんで、もし何か声が入ってたとしたら、傭兵のお家に何かいるってことになりますからね。これで本当にそうだったら、ちょっと本当に怖いんでやめてもらっていいですか、ともぶんさん。でもですよ、ともぶんさん、一応僕聞きました、前回の放送聞きましたよ、71回目、ね、71回目聞いたら分かりました。一応これもう、あの本当の本当のか、ちゃんと調べてしっかり聞いて、入ってました、確かに女性みたいな、女性のような声で、うーんうーんみたいな、もうちょっと高いかな、いうありましたけど、あれまあ正確に言うと、あれ傭兵の声ですね。あのなんか歯医者の話してたんですよ。歯医者で超音波でキュインキュインキュインってやるの痛いよね、怖いよねっていう時の、このそれを想像して痛がっている傭兵の声です。はい、あの傭兵のお茶目さがね、傭兵のお茶目さが怪奇現象っぽく変わってしまったということでね。でもともぶんさん、ありがとうございます。こんなちっちゃい細かい音までちゃんと聞いてくれてるんですね。でちゃんと、まあ、今後もそれお願いしたいんですけども、2人の時とか傭兵のお家にいる時はまだお家の人がいる可能性があるんで、まあ、そこは大丈夫かなと思うんですけど、この前半のトーク、今の前半のトークって僕一人なんです。必ず家で一人か、今日に関しては今夜中ですね、夜中の自分の車の中で撮ってるんで、お家の駐車場もう暗いです。暗いところ、もう隣が森なんでね、もう目の前もう真っ暗です。真っ暗な中、車の本当に車のこのあのキロメーター出るところとか、クーラーのところだけが光ってるみたいな、あっちちょっとだけつくじゃないですか、エンジンかけたら、あのだけの光で今見てますんで、ここで何か声が聞こえたらそれはもう怖いです。怖すぎるんで、ともぶんさん、これに関してはもう何もつぶやかないでください。僕一人の時にもし何か声が聞こえたとかやったら、今後僕が車の中で撮れなくなる可能性があります、これに関してはね。怖すぎても僕駐車場に降りれなくなるので、特にねこうやって夜撮ることも多いんで、はい、それはよろしくお願いします。ともぶんさん、ありがとうございました。続いてハッシュタグバルバン、もうともぶんさんが来たらこの方ですね、川崎のしおんさんです。ありがとうございます。ハッシュタグバルバン、確かに親からの電話はちょっとドキッとする。そう、前回ね、親から父親から電話あって、急にね親からの電話はね、身内が倒れたんかなっていう風に直結しちゃうんですよね、しちゃうんですけど、お気づり行こうぜっていう話でしたけど、ちょっとドキッとしますよね。はい、川崎のしおんさん、ありがとうございます。まあ、いっぱいつぶやいてもらってますけども、そこからピックアップして、唐揚げ、バター焼き、刺身、煮付け、ごちそうだな。そう、置き釣りで死に、グル君死にもう50匹ぐらい釣って、で赤人見栄え、赤人も、釣りましたからね。うん、あ、美味しかったなあれ。なんかこの、その釣って、置き釣りで釣った魚を、ハエバル宮平にあるいろり亭という居酒屋に持って行って調理してもらって、そこで食べたんですけど、この店長さん、いろり亭の店長さんもラジオ好きで、ラジオ沖縄もずっと聞いてるらしいんです。僕のラジオカーリポートも聞いてくれてるみたいで、でその店長が、昨日だったか一昨日だったかな、この親、また両親がね、両親がそのいろり亭好きだから、いろり亭ちょっちゅう行くんですよ。でいろり亭の店長さんに、秋のりはいつラジオカーでこのいろり亭の話するのかな、この置き釣りの話いつするのかなって言ってたよってお母さんから来まして、そうっすね、
このハイボールバンバンでは言いましたけど、ラジオカーで結構時間限られてるんでね、なかなかね、ラジオカーにエピソードトーク持っていくなかなか難しいんですよね。ちょっといろいろ亭の赤嶺さん店長、もうちょっと待っといてくださいね。もうちょっと僕の技術が上がれば、普段このハイバルバンバンで、7、8分かけてトークしてたものをどうにかね、ラジオカーの、もう多分、最初の下りぐらいでしか使えないと思うんで、喋れないと思うんで、まあ、1分にまとめられたら、ちょっとラジオカーでも話してみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。最後、ハッシュタグバルバン、川崎のしおんさん、そう。歯医者に行くタイミングで口内炎できがちね。そう、歯医者予約して、あーやっと行ける、この忙しいね仕事の合間を縫ってやっと今日歯医者行けると思ったら口内炎ができてたりね、あーなんかちょっとひび唇ひび割れてちょっと笑ったら行ってみたいな、端っこ行ってみたいなね、ありますよね。はい、皆様つぶやきありがとうございます。引き続き X2Twitter での、つぶやきもお待ちしております。カタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。よろしくお願いします。ではでは、今回も後半は同級生の陽平とおしゃべりしております。まとめ撮りの一発目ですね。いつも4ヶ月分まとめ撮りして、あ、4ヶ月じゃない、4週間分まとめ撮りしてるんですけども、もう今回は9回目ということで、最初は陽平の最近あった忙しかったよっていうエピソード聞いております。それではお聞きください、どうぞ。ハイバルバンバン、はい、今週も陽平よろしくお願いします。お願いします。なんと今回9回目です。はい、いつも毎月ねまとめ撮りしてるんですけども、はい、9回目ということなんで、1月から2月からやってんのかな。そうだね、あの時寒いねって言いながらスタートした記憶あるよ。あ、早いね本当に。そろそろ1年経ちそうになってますけども、やってきたな。ヨヘはですね、はい、僕の同級生でハエバル町宮城出身、はい、そしてハエバル町議会議員をやっていて、はい、塾講師もやっていると。やってます。で、あとあれ何でしたっけ、ん、あのカンニングしたらそいつも間違えてたでしたっけ全然頼りにならんやつ見ちゃったね違います、違いますよ。何でしたっけ。キャリア教育コーディネーターです。キャリア教育コーディネーター。そう、キャリア教育コーディネーター。カンニングしたらそいつも間違えてたではない、ではないですね。あ、せっかく丸こうリスクを犯して ね、 そうね、丸取りに行ったのにね、行ったのにそいつも間違えてたて違います。あれ、こいつだったら絶対分かりそうだったけどなみたいな信用してみたのにね。そういうのありますけど、はい、ありますね。じゃあまず、まあ、毎回まとめ撮りするときは、はい、最初、まあ、最近何してるみたいな近況報告をいつも聞いてるんですけども、はい、陽平最近何してました。最近ですね、まあ、今日この撮ってるのが10月2日なんですけど、うん、その本当に少し前、一昨日ぐらいに、うん、まあ、9月30日、うん、私コードフォアハヤバルっていう団体を運営してるんですけど、はい、この IT の講座開いたりとか、うん、でそれの交流会をやりました。交流会、はい、なんか講座をね、前回やっ、あ、2回目、前回が2回目、前回初めてやって、まあ、2日連続の講座を終わらして、うん、11月、多分これが出る頃になるのかな、うん、とか、あ、じゃあもうちょっと後か、これ、その次講座2回目が11月にあって、うん、っていう感じです。コードフォアハイバル、はい、なんか概要を簡単に言うとこれ何でしたっけ。シビックテックっていうカタカナで表される活動、うんうん、いやもうちょっとよくわかんないですすいません、ちょっと全然わかんないです。ですね、まあ、地域づくりとか地域の課題、うん、そういうのを IT の力を使って解決したいねっていうのハイバルバージョン。そうです、そうです、コードフォアハイバル。まあ、例えばなんか、少し前にさ、コロナのやつで商品券とか配られたじゃん、ハイバル商品券。あったあった。あれが、あの情報役場からこういう店舗で使えますよって出てくるんだけど、うん、その店舗全部 PDF で表になってるわけよ。はいはいはい、どこどこのお店、住所 何番地、電話番号何、うん、でこんなのがずらーっと50件とか100件とか出てくるわけさ、うん、それ見ながら場所を探さんさ、うん、そうだね。だけどそれデータ入れ込んだら Google マップに埋め込めるから、うん、おうおう、マップ上で 家の近くで使えるとこどこだろうとか探せるわけ、本当。はい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 。そしたら便利に使えるじゃん、うん、ハイルン商品券の隅っこに QR 乗っけて、うん、その QR 読んだら Google マップがパッて開かれて、はい、あ、使えるとこどこかなって見れるとかね。あ、そうだよな、この PDF だけではね、何番地、何番地、何と書いてるけどみたいな、うん、あ、確かに地域クーポン、地域クーポン、そうそうそう、もうそれだった。
そんな感じで使えるわけですよ。あの沖縄県のね、なんか旅得みたいなやつの地域クーポンもすぐマップで見れるようになってたから、あれ便利だよね。そうなんです、うん、あんな感じでアプリとかその他の IT のツール使うと結構便利だよっていうのがたくさんあるんだけど、うん、まだそれあんまり浸透してないから、うん、こんな風に使ったら普段の不便解消できますよっていうのをみんなでこう勉強してみたりとか、うん、アイデア出したりしながら解決のための取り組み作っていこうぜっていう団体です。なるほど。そのコードフォアハイバルの講座がもう2回3回やって、 その懇親会をやってきたと。そうですそうですそうです。懇親会ってやっぱどういう、みんなでワイワイ、まあ、そうなんだけど半分勉強会みたいな感じなわけ。もともとその講座に参加した人たちをこうフォローアップというかさ、うん、こう習ったことを実践してみたんだけど、うん、やっぱちょっとよく分かんなくてっていうのは、まあ、よくあるじゃん、はいはい、習った時はできると思ったけど持ち帰って自分で触ってみたら全然できねえみたいな、あるあるある、めっちゃあるっていうのを、まあ、フォローするっていうのと、あとはその IT に関する情報交換ができるように、うんうん、っていうのがまあ基本的な狙いであって、うん、まあ、懇親会ではあるんだけど半分勉強会緩めのみたいな感じなんですよ。なんか話し合ったりするってことだよね。そう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 。まあ、今回のメニューだと、まあ、この IT 系の勉強会でよくあるのが、うん、ライトニングトークっていうのがあるわけ。ほう。カタカナいっぱい使うけど。ライトニングマックイーン。ライトニングトーク。トーク。LT って言うんだけど、うん、あの5分か10分ぐらいで自分が今興味持ってることとか、最近作って試してみたこととかを発表して、うん、俺最近こんなのやってるんですよっていうちっちゃい報告をしながら聞いた人たちは、あ、なるほど、こういう新しい今トレンドあるんだとかっていうのが勉強できるみたいな。へー、あ、それぞれ発表していくんだ。そう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 。今回はそれを4人やってもらって、うんうんうん、でその話聞いてちょっと質疑応答みたいなのやって、うん、あとはグループでお互いちょっと自己紹介しながら、最近どんなの勉強してるとか、この辺ちょっとつまずいててみたいなのを相談したりとかっていう回です。全然ちょっと思ってた懇親会と違うな。懇親会ってあの握りがあって、オードブルがあって、でお酒もあって、そうそうそう、あ、まあ、ノンアルの人はノンアルもありますよ、そうそうそう、みたいな懇親会かなと思ったら、まあ、ではなくて発表もあるし、緩めな発表よ。いや懇親会の中では緩くないよ。確かに、まあ、懇親会というよりかはこう、まあ、プチ講座のなんかな、まあ、フォローアップの交流みたいな。へ、まあ、結局その参加してる人たちが、うん、あの IT にいろいろ関心あって参加してる人たちっていうのが、まあ、基本さね、その講座がそういうものだから、うんうんうん、だからそれにもこうちゃんとプラスになるよっていうのと、やってみたけど分かんねえ、助けてっていう相談ができて、で同じような取り組みをしてる人たちとのつながりが広がるみたいな、うん、まあ、講座で学んだことをしっかり固める、そう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 、ちょっとああここどうだったかなっていうのを固めるための懇親会、うんうん、みたいな感じです。いや、これ大事だね。やってみたけど分からないをこう自己的なサポートしたいみたいな、うん、これが一番大事かもしれない、ね、うんうんうん、懇親会がね。で講座も11月もあるということで、そうです、11月11日、はい、そして25日、はい、で、23日もそれから26もあります。あ、26もある。11と25のところは、うん、この前もやったんだけど、このノーコード講座っていうので、うん、プログラミングなしでアプリが作れるようになりますっていう講座、はい、でそれから23、うん、祝日なんだけど、うん、ここでは公式 LINE のうまい活用の仕方を教える講座。公式 LINE、はい、はいはい、結構便利なんですよ公式 LINE。 公式 LINE のアプリがあるんだよね。そう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 、そもそもね、多分いろんなね、あのハイバル町もやってるんだけど、うん、こう店舗とかでもやってたりするじゃん、うんうんうん、あれでどんなこうなんていうかな、どんな仕組みを使ってどういう風にメッセージを送ると相手が反応しやすいのか。そうだね、公式 LINE は多いよね、うん、居酒屋とか、うんうん、あの三代目魚節あるさ、金城にある居酒屋、三代目魚節の俺公式 LINE 入ってるんだけど、うん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 、登録してるんだけど、あれってなんかこの会社がやってるものだから、うんうん、メモ帳代わりに使ってたわけよ。わかる？そう、送ってたのなんか。あ、そうそう、送ってあの写真とかも、あ、これちょっと一旦あの保存したいから共有転送先をここにして送ってとかやってたわけよ、はいはいはい、そしたら返信返ってきて楽しそうですねってこの友達との飲み会の写真を転送の場所に使ってたわけ、はいはいはい、メモ帳先みたいな、はいはいはい、そしたら返ってきたからめっちゃびっくりして恥ずかしい、はずっと思って楽しそうですね、あ、返信できるんですねできますよ、できますって、できます、あれ設定だ。相手もずっとなんでこいつこんないろいろ送ってくるんかなって思ってたはずね。あ、これ本当に大きい規模でも見れるのかな。
できると思うよ。全国規模の公式 LINE とかあるさ、うん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 、ああいうのも一応見れはするのか。見れる見れる。ただまあ量が膨大だからね、一個一個見てはいないと思うけど。はず。いや絶対いるって、他にもメモ帳代わりに使ってる人どうせ見てないだろうし、どうせ反応しないだろうし、よしっていうので大きいところほどね。そうね。わあ、そういうのもこうやって講座で学ぶことができるってことね。もう一個あって、26日はデザイン講座、うん、デザイン講座、キャンバっていうツール使って、うん、こうチラシとかをね、こうやぼったくないようなちょっとこじゃれた、はいはい、面白そうって思わせるようなデザインを作れるようになるっていう講座。キャンバ使ってますよ。いいっすよね。ライブ、まあ、FEC のお笑いライブの、まあ、うんうん、フライヤーとかチラシにも使ってるけど全然使い切れてない。あの文字情報が多すぎてデザイン入れる隙間がない。その文字のじゃあ優先順位どう作るかとか、そういうところもね、この今回の講座はデザイナーの方にやってもらうから、うん、このデザインの基本原則とか伝わるコツとかっていうのもレクチャーしながら、じゃあそれをキャンバでどう作るっていう講座ですね。なるほどね。どれだけ情報を詰め込んでもこのデザインでね見てもらえなければね、うん、意味ないからね、うんうんうん、取捨選択しなさいって怒られるからね。うんうん、なるほどね。まあそういった懇親会もやったということなんですが、一番大きいのはあれだよね、陽平にとって。このここ最近、はいはい、9月は議会があったということで、はい、終わりました議会。お疲れ様でした。いやー、いや9月議会って長いんですよ。もうあるのは3月3、6、9、12。ああ、3月が予算で9月が決算だから、うん、3月9月は大変なんですよ。9月ね、もう丸々1ヶ月もうヘトヘト。9月議会 はい、どうでした。いやー、もう忙しかったに尽きるんだけど、うん、まあ、9月議会は決算、うん、これまで早原町がやってきた事業を、じゃあどういう実績があったかとか、どういうところこれ足りてないんじゃないかとか、これ良かったねみたいな話をまあ審議していくっていうのと、うん、あとはその一番年度の最初に決めた予算に追加で入れていくような補正予算。なるほど。今この状況、この決算、 そうそうそう ここまでできてます、そして予算このぐらいかかってますっていうのを分かった上で補正していく、うんうん、あっていう理由はその決算はその一個前の年のやつ、もうすでに終わったやつを評価するわけ、はいはいはい、で補正は今年のやつに追加するって感じ。うん、新しくこう国の例えば厚生労働省とかさ、うん、総務省とかがこういう施策やりましたとかっての出てくると、その時その時でまた追加の予算つけなきゃいけないわけ。ほう、この事業の対象が増えましたとかね、はいはい、っていうのに対して、じゃあどんな取り組みをやるのか、どのぐらいお金かかるのかみたいなことを審議するのが補正予算。これ大変だよね。なんですよ。だってまあ議員の皆さんも大変だと思いますけど、役場のね職員もねなかなか夜、平日夜電気ずっとついてんなっていう日々でしたよね、9月、はい、役場の横通ったらさ、うわ3回ついてる、あ4回もついてるとかあったよね。本当にもう終わって、何その審議その日終わったら、お家帰って次の日の準備して、うん、みたいなことを繰り返すし、うん、土日でまとめて集中して次の来週分準備とかやりながら、うん、塾講師もしてるので。あそっか、塾の仕事も、うん、まあ、留大とかが受験シーズンでもあるからさ、一部。あそっか、もう受験シーズン。受験シーズン9月と11月と1月2月でそれぞれちょっとずつまたピークがあるわけ、はいはいはい、その推薦入試とかね。ああなるほどね、推薦か。その対応もやってたんですよ。うーん、プレゼンの添削したりとか、ヘト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 ですね、はい、こう議会、まあ、陽平の担当というか、はい、今回の議会でいうな具体的な、はいはい、どういったことをやったのか議会で。総務部っていうのと民政部、うん、まあ、福祉のところと役場の経営に当たるようなところとか、うん、っていうのをまあ中心に審議するような立場なんだけど、うん、まあ、決算だったらこの保育園の待機が今どのぐらいでとか、うん、職員をこう確保するためにこう一時手当みたいなのつけましたとか、でそれでどのぐらいの人が入ってきてて2年目ではどのぐらい継続してるんですかみたいなことを確認したりとか、うん、高齢者福祉のところも入ったりするから、うん、高齢者の外出支援でタクシー代補助しますよっていう事業とかあったりするわけね、うん、でこれどのぐらい利用されてるんですかとか、うん、結構対象が今厳しいわけよ、条件がね。でそれもうちょっと緩和した方がいいんじゃないですか。高齢者の方の対象が厳しくなってる。そうそうそう、非課税世帯とか、このお家何家族の中に送ってくれる人がいないとかね、うんうんうん、そしたらどんどん条件厳しくなると、いやほとんど利用できないじゃんみたいになっちゃったりするから、うん、もうちょっと広げた方がいいんじゃないみたいな話をしたりとか、うんね、っていうのをまあ審議したり提案してみたりとかっていうのをやってたわけですよ。すごいね。
全部調べんできんわけよ。調べてそうそうそう、しっかり。そうなんですよ。調べた上でいろいろまた自分の意見も言うってことだよね。だって福祉担当してますって言ったけどさ、うん、福祉だけで高齢者福祉、うん、障害者の福祉、うん、子どもの福祉、うん、女性の福祉、うん、こんな感じでいろいろあるから、地域の福祉とか。すごっ。で母子保険とか、うん、何学校保険とか、うん、地域の医療とか介護とか、はい、わめっちゃいっぱいある。これそれぞれいろんな制度があるわけよ、基本の仕組み調べた上 で役場が今やってるの何 で、うん、で地域の人たちとこうヒアリングしながらどこに課題があってを調べて、じゃあこうなんじゃないっていうのをやらなきゃいけないわけ。大変よ。それを自分で調べて。そうなんですよ。前超本読んでますって言ったじゃん、うん、その勉強。あ、そうだね、ずっとね、その勉強してるわけですよ。勉強してで9月の議会が終わって、はい、まあ、次12月。そうです。12月は今回が決算と補正予算。そう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 。そうです。で12月が、うん、12月はその決算とか大きいのはないけど、一応補正予算はだいたい毎回あるわけさ。3月6月9月12月それぞれの時にね、はいはいはい、その補正とあとは一般質問っていうこの議員側から提案するっていうのはある。うーん、まあ、でもこの3月9月はもうほぼ丸々1ヶ月間缶詰なんだけど、うん、6月12月はだいたい2週間とか、うん、長くて3週間とか、そのぐらいかな。でまたあれだよね、この9月の議会の間に研修もあったっていうね。そう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 。議員の研修。議員の、あの委員会ってのがあるんだけど、うん、まあ、5、6人ぐらいでこうなんていうかな、小集団でもっと議論深めましょうっていうやつ、うんうん、でその中に広報委員会ってのがあって、うん、議会の広報誌を作る人たちね、はいはい、そこに私も所属してるんですけど、うん、まあ、議員って言っても広報の専門家じゃないからさ、はいはい、どうやったら情報発信うまくいくとか、どうやったら読んでもらえるとかってなかなか経験値ない人も多いじゃん、うんうんうん、だから全国の研修会に参加してくるっていうので議会中なんだけど、こう日程調整してもらって議員の皆さんで委員会の皆さんで一緒に行ってきて勉強してきましたよ。あ、すごいね。これも大変でした。あ、議会の準備もして研修も行って、はい、でこの受験の生徒たちも見て、はい、あ、すごいね。なんとか乗り切りました。9月って感じです。じゃあもうちょっとはちょっとゆったりして。そうですね、自分が好きなことできるんだ。ちょっといろいろ仕事入れちゃったけどね。あ、入れちゃいましたけども、はい、まあもうそれが、ね、ちょっと休んでね。それはね、はい、ちょっと休んで、はい、ね、本読むことがもう洋平にとって休みみたいな。あ、そうそうそう。あ、好きだから本読むのが。あの、それも仕事になりつつあるんだよね。ウォーキングもして。はいはい、そうですそうです。はい、じゃあ今回はこんな感じですかね。はい、今週も洋平ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お願いします。お願いします。